ハテムベンアルファ、ハテムベンアルファ、ハテムベンアルファ、1987年3月7日イは、フランス出身のサッカー選手権俳優である。ポジションはフォワード。フランス語での正しい発音は、アテムベンアルファである。パリ郊外のクラマールで生まれ、クレール・フォンテーの国立研究所に、飛び級で入学。各世代の代表を経験し、2007年に、 A 代表にも招集された、フランスの若き天才 FW、エース・サンテティエンヌ、スタット・レンルからもオファーがあったが、オリンピック・リオンと15歳の時に、プロ契約を結んだ。当時リオンを指揮していたのは、元カメルーン代表監督のポール・ルエンであり、2004年8月6日の、オグック・ニース戦でデビューを飾った。2007から08シーズンには、これまでリオンの主力であったフローラン・マルダの対談に、 ともない開幕当初から左ウィングで起用されるや、否や活躍を見せ、チームに不可欠な存在に成長した。しかしながら、怪我人の復帰もあり、終盤には、ベンチ生活を余儀なくされることが多かった。また、監督のアラン・ペランが、シドニー・コブを好んで起用した子などから、2008年6月、レアル・マドリーやマンチェスター・ユナイテッドなど、国外のビッグクラブからのオファーもあったが、 フランス国内のオリンピックマルセイユに移籍した。2009から10シーズンから監督の座に就いたディディエデシャンから正当な評価が得られない時用法をめぐって対立し、移籍を志願。しかしマルセイユ移籍後のパフォーマンスが低調であったこと、性格的な問題がクローズアップされていたことなどから、マルセイユ移籍当時のようにビッグクラブからは声がかからなかった。 シーズン後半からは監督との関係も改善し、レギュラーに返り咲いたものの移籍の希望は変わらず、翌2010から11シーズンの開幕後に、ニューカッスルユナイテッド FC へレンタル移籍することが決まった。移籍先のニューカッスルでは活躍を見せたが、2010年10月3日のマンチェスターシティ FC 戦で、 ナイジェルでヨングの悪質なタックルを受けて骨折し、全治6ヶ月の離脱を余儀なくされた。それでも、2011年1月5日、首脳陣から将来性を買われて、入滑するに完全移籍した。2015年6月までの長期契約を結んだ。2011年9月のリリーグ戦で、約1年ぶりに、ピッチに復帰した。2014年9月1日、 ハルシティ AFC にレンタル移籍した。しかし、スティーブ・ブルースの信頼を得られず、2015年1月にレンタル元のニューカッスルとも契約を解除し、母国のオフック・ニースと契約したが、ハルシティ移籍前のニューカッスル U-21 での試合出場歴をフィファが公式戦であると判断し、1シーズンで1人の選手がプレーできるチームは2つまでというルに違反することとなり、 2014から15年シーズン中の加入は認められなかった。2015年6月10日に改めてニースと正式契約を結んだ。ニースでは34試合で17得点を記録するなど活躍を見せた。2016年7月1日、パリ・サンジェルマン FC への移籍が発表された。背番号は21番。自身の獲得を決めたローラン・ブラン監督が、 シーズン開幕を前に解任されてしまい、代わりに就任したウナイエメリ監督からは、オーバーウェイトなど、コンディション面と、個人プレーに走りがちなプレースタイルについて、苦言を呈されるなどしたほか、エースのエディンソン・カバーニの存在もあり、出場機会は少なかった。2017から18シーズンは、クラブがネイマールや、キリアン・エムバペラを獲得したことで構想外となり、 2018年3月に自身の SNS で契約満了で対談することを明かした。2018年9月2日、スタットレンヌに遺サミル・ナスリ、ゼレミー・メネス、カリム・ベンゼマたちと出場した U-17 フランス代表では主力として欧州選手権に優勝した。両親がチュニジア出身、父のカメルベンアルファは元代表選手であるため、 ドイツ W 杯のチュニジア代表にも招集されたが、時期尚早ということで断っている。フランス代表には2007年10月13日に行われたフェロー初当選でデビューし、初ゴールも挙げた。2010年8月に行われたノルウェー代表との国際 A マッチでは新たに就任したローラン・ブラン監督に招集され久々の代表復帰となった。 当時のフランス代表は 2010FIFA ワールドカップ開催時の練習ボイコット問題から選手の大半が入れ替わっており試合はフランスが浮き足立った試合運びでノルウェーに先制点を許したがベナルファは右ウィングとして途中出場するとペナルティエリア外から左足でミドルシュートを放ちゴールを奪ったニューカッスルで調子を落としていたこともあり UEFA エウロ2012以降は代表から遠ざかっていたが国内復帰後は校長を維持し2015年11月の親善試合で3年ぶりに代表復帰した。リオン時代にはセバスティアンスキラッシュと練習中に喧嘩騒ぎを起こし会長のジャンイコールミシェル・オラストも確執があった。マルセイユでも UEFA チャンピオンズリーグのリバプール FC 戦で モデストエムバミット喧嘩騒ぎをするなど精神面にも大きく課題を残す。しかし2010年、ディレクト、スポール紙のインタビューに対し、マルセイユからの移籍を希望した時に自分の思うようなビッグクラブから声がかからなかったことから自分の立場を理解したとコメントするなど心境が見られる。イングランドでは時折天才的なプレーを見せたが、ニューカッスル所属時の終盤は、 リザーブチームに降格させられるなどし、まるで地獄の日々だったと振り返っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。